岸和田市、辰波切れホール。岸和田市、辰波切れホール。岸和田市立並切ホールは、大阪府岸和田市にある、多目的ホール。2002年4月に、岸和田市市政施行80周年に合わせて開館した。施設は、大ホールが1552席、小ホールが288席のほか、祭りの広場や多目的ホール、複数言語の同時翻訳に対応した。 特別会議室、練習室などがある。名称である波切れホールの波切れは、波浪を沈め未来を切り開く希望が込められている。岸和田港は1791年に防波堤が築かれ、1938年に現在、岸和田観光米サイドモールが立地するあたりが、1956年に現在江南岸和田米サイド店などが立地する。 辺りが埋め立て造成された。そして、1967年に、忠田岡港、海塚港と統合されて、阪南港となった。1980年代後半になると、旧岸和田港整備計画の中で波切れホールの設立案が浮上した。旧岸和田港の埋め立ては、大阪府が整備したが、その後の開発については、岸和田市といくつかの民間企業が中心となり、 岸和田公安都市株式会社という第三セクター会社が設立された。その開発構想の中に商業施設やマンションなどの居住施設に加え文化施設も設ける案があった。そこで後から並切れホールと呼ばれる文化ホールの構想が持ち上がった。市内の各団体などに意見を募ると希望する座席数が500席から2000席という意見があった。 500席程度の座席数を希望するのは主に市民団体で市民活動に大きなホールは不要との意見が立った。2000席程度を希望するのは行政よりのもので900席の旧市民会館より大きいという意見があった。最終、岸和田市議会には2000席の案が提出され議論が紛糾した。結局間を取るような形で1500席となった。 施設の規模がおおよそ決まると、その外観や行われる事業など、コンセプトについて細かく議論された。中から、岸和田氏が選んだのが和を前面に出したホール。理由としては、岸和田氏には、岸和田城や、岸和田じり祭りなどではのイメージが広く、浸透していることが挙げられた。また、将来の関西国際空港の開港も見据え、 国際的な利用も可能となる設備を設置する案も入れられた。施設の外観などが決まりコンペが行われた。和を取り入れつつも隣接するカンカンベイサイドモールのデザインが南欧風で決まっていたため、そちらとのバランスが取れたデザインであることも条件となった。市が指名した7社が出した設計案を建設関係者などを入れた審査会が審査し、 岸和田の歴史的伝統を木造軸組のイメージを当時表現した外観デザインが決め手となり日建設計の案が採択された。施設の屋根部分が段りの屋根の形を模しているのが特徴。そして1999年に施設の工事が始まった。開館は岸和田市政80周年とも重なる2002年4月に決定された。また工事に並行して、 施設の名称募集も進められ、並切れホールに決定した。これは、隣接する並切れ神社にちなみつけられたものであるが、同時に波浪を沈め未来を切り開く希望も込められた。施設が、ほぼ決定したところで、運営や事業の具体的な内容について討議された。並切れホールほどの規模の集客施設になると、市の直営では、難しいとの意見が多かった。 そこで出たのが多くの公共ホールが採用している文化財団による連営方式だ。市の直営では予算の都合上1年以上先になる大物アーティストの講演や継続的に実施するイベントなど大型ホールに臨まれる大きな事業がやりにくいのだ。しかし財団では施設のトラブルなど思わぬ出品にも 自分の判断でお金が出せるので、臨時予算を議会に通す必要があり、対応に時間がかかる市の直営より有利だからである。そうして市が2000年4月に、基本財産の3億円を出資し、財団法人岸和田市文化財団が設立され、大阪府教育委員会に、財団法人設立許可申請を出して、5月には、許可が下りた。そして6月には、 波切れホールの運営を財団に管理委託することなどが規定された岸和田城郎を切れホール条例が制定された。そして2004年4月4日に波切れホールは入場無料の開館式典が行われ開館した。財団はホールと隣接する駐車場を運営、管理する指定管理者だったが2011年4月から財団が指定管理者の期限切れになるため、 2010年7月から新たな指定管理者の応募を開始した。応募したのは財団に加え他の2社で競合する形となった。審査の結果、すべての項目で最も高い点数がついた JTB、南海グループ、代表企業、株式会社 JTB コミュニケーションズが選ばれた。同年10月16日の市議会で2011年4月から5年間ホールと隣接する。 駐車場の指定管理者となることが議決された。これにより財団は2011年4月でホールから撤退することとなった。その5年後の2016年4月で JTB 南海グループは指定管理者の期限切れとなるため新たに審査が行われた。審査の結果南海 TV k グループが選ばれた。市議会でホールと隣接する。 駐車場の新たな指定管理者となることが議決され、JTB 南海グループはホールと隣接する駐車場から撤退した。日本の伝統芸能鑑賞を前提として設計された座席数1,552席の多機能ホール。舞台の脇から役者が出入りする脇花道ではなく客席の真ん中を通る花道は電動小公式。また演劇や ロックコンサートなどにも対応している。また、舞台裏には楽屋があり、1から2は、定員4名、3から4は、定員8名、5から6は、定員12名となっている。会館より、岸和田市によって設立された、財団法人岸和田市文化財団によって、管理、運営が行われてきたが、 いわゆる指定管理者制度に則っとる形で行われた選定コンペによって2011年4月より JTB 南海グループ代表企業株式会社 JTB コミュニケーションズが指定管理者に交代している2015年4月からは南海 TVK グループ代表企業南海ビルサービス株式会社に指定管理者が交代した入会すると 波切り友の開会印象がもらえ、ホールの公演情報誌が送られてくるほか、周辺のホテルが割引になるなどの特典がある。2001年に会員の募集が開始され、その時には個人会員で546名、ペア会員で1865組もの応募があった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。